砲合駆逐戦車は第二次世界大戦中にナチスドイツが砲合戦車をベースに開発した駆逐戦車である。正式番号は s d k f z 1 6に及び S。<S 1943年8月19から20日の会議で前月のクルスクの戦いの報告を読んだアドルフ・ヒトラー総統は突撃砲は敵戦車に包囲されない限り、 当時の主力戦車であった方合戦車よりも優れた戦闘力を持つと確信した。ヒトラーは方合戦車の車体を用いた戦車駆逐車の開発を命じ、これは方合戦車駆逐車として同年10月20日にコマーク車の試作車が完成した。完成した試作車は方合戦車の車体に全高の低い戦闘室を設け、この内部に バンター戦車の 7.5cmL-70 砲を搭載するものであった。しかし、長方針の 7.5cmL-70 砲はバンターへの供給が優先され、試作者は方合戦車と同じ方針長の 7.5cmL-48 砲を搭載していた。試作者を採掘したヒトラーは手法を早急に、長方針 7.5cm 砲に変更することを明示つつ、 方号戦車の生産をこの戦車駆逐車に切り替えることを指令し、名前も方号駆逐戦車に変更させた。生産は翌年1944年から開始され、同年1月にホマーク車は最初の30両を生産した。この時期ホマーク車はまだ方号戦車を製造しており、同年5月まで並行して生産を続けつつ、生産ラインを切り替える計画となっていた。 以降、生産ラインの初期トラブルの続発や、連合軍の空襲による混乱に悩まされつつも、月産数は徐々に増加し、1944年4月には、月産100両を超え、同年7月には140両に達している。1944年8月からは、長方針70、合計7.5センチメートル対戦車砲装備型の、生産が並行する形で開始され、 48口径7 5トル砲、搭載型は1944年11月に2両が完成して打ち切られ、以降は、砲合駆逐戦車改め、砲合戦車70と命名された、長方新型のみが生産された。砲合駆逐戦車は、早急に数を揃えるため、砲合戦車からの生産ラインの切り替えを容易に、するべく、砲合戦車、 J 型の車台の上にそのまま戦闘室を乗せた形式のものが開発され、このタイプの車両は生産がアルケット車で行われたため、方号戦車70の正式名称が与えられたとして区別された。なお、型には ZL 型の通称もあり、ZL とはドイツ語ツビッシェンルジアンの略で暫定解決型の意味である。 皇合駆逐戦車は1944年3月から気候士団や気候的団兵士団の戦車両兵大隊に配備され、以後東西両戦線で終戦まで運用された。ドイツ軍のほか、ブルガリアでは連合軍への降伏後の対ドイツ戦に際して1945年3月にソビエトから2両の路角品1両が供与され、この2両は、 戦後もソビエト製装甲戦闘車両が供給されて置き換えられる1950年代半ばまで装備されていた。その後は、4、70が博物館に収蔵され、48後継型は他のドイツ製戦車と共にブルガリアの南方国境に固定砲台として配置された。48後継型は、冷戦後は半ば忘れ去られたまま放置されていたが、2000年代に、 入って発見されて回収され、2007年より修復の上博物館に展示されている。また、ルーマニアは戦後に社会主義体制が発足した際にソビエト赤軍が旅客した車両1台を与えられ、トスティオ4の正式名称で1950年まで装備していた。シリアが1950年代に入所した第二次世界大戦時のドイツ軍戦車の中に、 方号駆逐戦車もあり、フランスから入手した6両の初期型車体48、後継型は第3次中東戦争で使用されている。方号駆逐戦車のシャーシは、基本的には方号戦車のものと同等であるが、車体全面下部の走行版は、方号戦車の直立した形状から角度を持った二面構成に変更されている。方号戦車でも、 車体前面の傾斜走行化は検討されていたが、組み立て軸の交換のために、従来の生産ラインを止めることができず、新たに下請けメーカーである、ホマーク社の工場で、専用シャーシの生産ラインを作った、駆逐戦車のみで実現したものである。手法として48口径の7.5センチメートル、パック 39L、48砲を備え、シャーシ調に砲が薄された、 突撃砲型と異なり、全面装甲板に直接接合したカルダン枠砲がとなったため、車内が広く使えるようになった。生産性も向上した反面、重量が車体前方に偏るノーズヘビー化により、操縦性は低下、グデイリアンエンテというあだ名が付けられている。不評の肉薄攻撃に対抗する S マイン型の敵弾を発射する近接防御兵器も搭載されたが、 生産が間に合わず未搭載の車両もある。フォーゴを駆逐戦車 O シリーズ、後期型量産開始前に少数製造された試作型。48口径の7.5センチメートルパック39を搭載し、車体前面と側面の装甲の接合部が曲面構成になっているのが外見上の特徴。量産型と違い、防弾工ではなく、工作の容易な通常工で作られ、 各種試験に用いられた。1943年10月に1号車が完成。4号駆逐戦車、F 型4号駆逐戦車、F 型ジャグドパンザー4オースフ、カイ、SD、KFZ160 に傾斜した全面走行は 60mm で、O シリーズとは異なり側面走行との接合部が直線になった。これは5月以降の生産者からは8 0ト、mm、ルに、 強化されている。当初、手法に混ずるブレーキが装着されていたが、砲の位置が低く爆風で、砂ぼこりが舞い上がり、照準が困難になるため外され、5月以降の生産者では取り付け用のネジ山も切られていない。また、前面の MG クラッペは、当初左右一機ずつであったが、3月以降の生産者から、右側一気に減らされた。実戦で用いられた車両の理体は、 同時期の縫合戦車が履いているような滑り止めのついた新型ではなく、より軽量な旧型が使われている。生産数は1944年1から11月までの802両で、シャーシ番号は32万1から32万1000だが、途中に70後継砲を搭載型が含まれるため、生産数と一致しない。名称は後に、単に、ジャグド・パンザー4と変更された。 方合戦車、70方合戦車、70パンツァー4、70SDKFZ162-1 方合駆逐戦車の発展型であり、微砲が7.5センチメートルパック 42L70 に変更され、名称もジャグドパンザーではなく、パンツァーに変更された。は、ホマーク射性であることを示す頭文字である。 当初から全面走行が 80mm に強化された上、長方針法の搭載により、ノーズヘビーの傾向がさらに悪化したため、天輪ゴムタイヤの速い損耗を避けるべく9月の生産者から全部2つを鋼鉄製に変更している。また、立体も肉抜き部の多い、より軽量の新型となった。当初、方向戦車ラングという名前だったが、 通常の防護戦車の長方針型と紛らわしいので、後継名に変更された。1944年8月から、旧来の防護駆逐戦車との並行生産が始まり、工場の被爆で生産が縮小。停止する1945年4月までに940両が生産された。シャーシ番号は32万651から32万1000。 および32万9001以降だが、途中に48口径砲を搭載型が含まれるため、生産数と一致しない。生産開始直後から順次物体配備されているが、戦車駆逐大隊だけでなく、通常の戦車隊にも多く配備されており、名称の変更の通り駆逐戦車ではなく、長方針の戦車扱いであった。砲合戦車、70砲合戦車、70パンツァー4。 70SDKFZ162-1 アルケット車による生産型で、ニーベルン原製作所で生産された縫合戦車、J 型の車台をそのまま使用、その上に70型のものに似た戦闘室を乗せた形状となり、車高が50センチメートルほど高くなっている。これにより、車内容積が大きくなったため、70型より砲弾の搭載数が多い。しかし、 重量も28トンと増加したため、前半分の天輪がゴム内蔵の鋼鉄製となった。は、アルケット車製であることを示す頭文字であり、公式文書では方向戦車ラングとも表記されるが、上記の理由で名称変更された。やはり駆逐戦車ではなく長方針の支援用戦車と認識されており、1944年9月の総統護営業団への配備を皮切りに、 駆逐大隊や戦車連隊、突撃砲旅団の装備となった。フォー号駆逐戦車フォー号駆逐戦車、F 型砲合戦車、70砲合戦車、70、ウクライナ混成旅団単行本、幻の氷座パンサーインウクライナ1950、または、独立戦車隊収録作品。ラーゲリに砲弾を搭載したままの本社が、解体予定車両として運ばれてくる。後の暴動で、 この車両に積まれた砲弾が重要な役割を果たす。ガールズパンツァークロモリボンオンナ学園が砲合戦車70を多数使用する。ウォーサンダー、ドイツ陸軍の駆逐戦車として F 型砲合戦車70砲合戦車70が登場。ワールドオブタンクス、ドイツ駆逐戦車ジャグドパンザー4として登場。パンツァーフロント F 型70が登場。 ワ i ィーフェターワウ i ー、w w いうクイップメントユーズドアフターザウォー、パンザースインザコールンハイツ2020年5月16日、閲覧。ありがとうございます。